Hey guys, welcome back to English Boot Camp channel. I'm Yumi. 皆さんこんにちは。English Boot Camp の Yumi です。今日は I'd like to っていうね、この何々したいですっていう表現の、発音についての解説をしたいと思います。で、以前ね、質問があったんですね。この I'd like to のこの D がうまく発音できない。で、こう多くの方がね、I'd like to みたいに I do って発音される方が多いんですね。で、I'd like to ってやると do って音がちょっとね、強すぎます。うん、で、この語尾に来る t とか d の音っていうのは d とか d っていうふうに 100% の力で発音しないんですね。なので、こう破裂しないんです。t とか d ってやると次の音に行きにくくなっちゃうので、なので語尾の td っていうのはこうストップがかかります。これね、ストップ t っていう、ビデオでも解説してますので、ストップ t のところをね、ちょっとご覧いただければいいかなと思います。で、t と d っていうのは基本的に舌は同じ動きをするので、d は t の、濁音ですね、有声音なので、舌の動きは同じです。なので、ストップ t と同じルールが d にも当てはまります。で、語尾に来るこの d の音っていうのは、d ってやらずに、舌が上に上がったところでね、そこで一回停止するんです。例えば、そうですね、お母さんじゃない、お父さんですね、パパですね、英語で dad って言いますね。dad, d-a-d です。最初の d はスタートの破裂音なので、d ってに破裂させます。da, ね、強いです。でも終わりの d はストップをかけます。dad。舌が上についたところで止める感じ、dad。dad ではなくて、dad。弱いです。dad。ほとんど聞こえてこないと思うんですけど、でも舌は上についてます。ついたところでストップですね。で、それと同じく I would の、短縮形ね。I'd に舌が上についたところで一回ストップかけます。I'd ではなくて I'd 止めます。で、止めたところから like に舌を移動させます。like L の音ね、舌先で、前歯の裏あたりをギュッギュッと押す感じです。なんですね。like ですね。で、そうすると D で一回舌が上についてるのを外さずに、ね、離れさせないで、そのまま L の方に舌をちょっと前にキュッと押す感じ。I'd like です。ね。I'd like っていうふうに離さない。I like です。で、ほんの少しこの L っていう D のね、ストップの D の音が入ってくる。I'd like ですね。I like だと D が入ってないので I like っていうふうに L だけになります。下の動きがね。でもストップ D が入ってるので I like っていうふうに、少しだけこの、語尾の D っていうのが入ってきます。で、このほんのちょっとした下の動きとほんのちょっとした子音の音ですけど、ネイティブの人はちゃんと聞き分けてます。で、私たちも言われてみて、あ、そういえばこの動きって下のこの動きが入ってる分、なんかちょっと音が違うなって気づくと聞けるようになります。知らないとね、多分聞けないです。この音って騙し絵みたいなもんなんですね。で、騙し絵って何かっていうと、実はこの絵の中には、こう魔女の顔が描かれていますってね。言われてみるとわかるっていう。パッて見た時になんか別の絵に見えるんだけれど、その中に騙し絵でなんかいろんな絵が入ってるんですよね。で、入ってますよって言われて見ると見つかるんですよ。で、もう一回そうやって見えてしまうと、今度はいつ見てもちゃんと見えるんですね、そういうふうに。脳がそう認識するんですよ。でも知らないと、パッと見ただけだと見えてこない。目には映っていても脳が認識しないんですよね。で、それが騙し絵なんですけど、音も騙し絵と同じです。こうだよって言われて聞いてみると聞こえる。うん。でも、それを知らされてないといつまで何度聞いても聞こえないんですよね。で、そういう音が英語にはいっぱいあります。英語の音って日本語よりも種類が多いので、私たちは知らない音っていうか、聞き取れない音っていうのがいっぱいあります。でも、この時はこういうふうに発音してるんだなっていうのが分かることによって、少しずつ騙し絵のように、見えるように聞こえるようになってきます。I'd like っていう感じです。I'd like ですね。一回 D で舌をつけてから、like に行く。I'd like ですね。I'd like to.ちょっと練習してみましょうか。I'd like to. I'd like to. I'd love to も同じですよ。ぜひしたいですっていう I'd love to. I'd love to ですね。これね、何度もね、練習してみてください。で、自分の舌の動きを鏡でね、見ながら練習するっていうのが大事です。うん。で、全然自分の口元を見ないでね、練習しても、正しく舌が動いてるかとか、口が動いてるかっていうのはわからないので、鏡を用意して、このね、ビデオを見ながら多分今、真似してくださってると思うんですけど、その前に、ビデオの隣に、鏡を置いて、自分の口元も見ながら練習してみてくださいね。以上、今日はこの I'd like to の発音についての解説でした。何か質問とありましたらコメント欄に書いてくださいね。Okay, see ya! Thanks for watching. If you like this video, make sure to subscribe to my channel. ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。English Boot Camp では英語発音教材を販売しています。テキスト、音声、動画がフルセットになったユミの出すカタカナ英語マニュアルは、香取慎吾さんの CM でおなじみのショッピングアプリベースにて販売中です。また、ミニ動画教材の方は DL マーケットにて好評発売中です。それぞれの販売ページへのリンクは動画の説明欄に貼っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。